皆さんこんにちは。今日はたくさんの方に集まっていただいてありがとうございます。はい、私が生ミスコです。遠くからはね、今日は山口県とか、あと福岡もとかね、それから、奈良とか、本当に遠くからね、たくさんの方に来ていただいて本当にありがとうございます。こんなちょっと窮屈なところですけれども、ファンがぎゅうぎゅうということでよろしくお願いいたします。昨日のね、夜までずっと私テキストをね、もうすごいやり替えてたんですよ。で、一旦作ったテキストは116ページぐらいあって、でそれをまた何やかんやこうやっていたら200何十ページになって、いくらなんでもこれ収まらないなと思って、結局ぐーっと縮めて、今のページ数になってるんですけども、このセミナーをすることに決めてから、そういうこうプロセスを通してね、私ね、あ、やっぱりこれ絶対伝えなくちゃいけないわと思ったの。というのはね、最近ね、女子がこう自分がやりたいことをして起業したいとか、好きなことをしてうんぬん反応なんてよく言うじゃないですか。だけども実際には、あんまり大きな声じゃ言えないけど、あんまりこうね、ちゃんとこう仕事としてっていう風になってる人ってあまりいないように思ったりするんですね。でも、きっと今日お伝えすることで、未来の新しい働き方が分かると思う、と思いますので、今日ね、皆さんに伝えることを決めて、そして、皆さんがこうして来てくださって来てくださるということになったからこそ、すごく、私もすごくお勉強させてもらったし、頭の中も整理できたりとか、大事なことを伝えられるというふうに思えて、とっても感謝してます。今日は本当にありがとうございます。では、早速始めていきたいと思います。ファンが自然と行列するマイコミュニティの作り方です。副題で、優雅で自然体、10日仕事をして10日学んで10日遊ぶライフスタイルを実現するために、という副題でお伝えしていきたいと思います。セミナーの今日の目的はですね、ファンが自然と行列する、マイメディア、自分のメディアをね、構築する、構築の仕方、作り方を学ぶということと、それから経済と心と、時間の自由を、手にできるマインドメディアを確立して、人生のフルコースを楽しむライフスタイルを準備するということを、このセミナーの目的にしております。セミナーの中にはルールがあります。まずは携帯電話、3時間だけね、ここに集中してください。はい、電源を切られるか、それかマナーモードにする、いずれにしても集中してここに、今ここにいてほしいの、なのでご協力ください。それから、自分がね、分からないこと、あ、それどういうこととかね、分からないことがあるじゃないですか。で、分からないことがあると、そのまますーっとこう行ってしまう、会は進んでいても自分だけ分からないところにとどまっているっていうことはないですか。ありますよね。で、そうなるともう後の話聞いてないんですよ。ずっとそこ、あれどういうことだったんだろうって、そこにずっとねステイしてしまう。なので、今日は分からないかったら遠慮しないで、そこ分かりませんとか、それどういう意味ですかとか、そこもう一回言ってくださいとかね、遠慮なく言ってください。で、多少時間がこうオーバーしたとしても、そっちの方が大事だと思うので、そういうふうにして今日は、セミナーのルールをね、そういうふうにしていきたいと思います。で、何よりは、楽しんでやっていきましょう。はい、ということで始めていきます。私は増岡美津子です。で、今はですね、東京の代官山に住んでます。でね、ほとんど、ぼんやりしながら自転車で都内を走ったりとか、昨日一昨日ぐらいは、
表参道の方に自転車でこう行ってね、でこうフラフラしてみたりとか、で靴屋さんに行ってみたりとか、でなんか、ネットショップ、ネットを使うのも上手になってきたので、ネットでいろんなものをね調べて比較して、でそれそうすると都内ってね、朝注文したらね夕方には来るの、すごいよね。そういうのをねすごく楽しんだりとかねして、うーん、そうですね、広島にいた時とはなんか別の世界に、うん、いるような、そんな感じがします。そんな風にして暮らしてるんですね。はい。で東京に引っ越してきて、この夏で丸2年になります。それで今日伝えたいことの最初ですね。まず私がなぜこれを伝えるにふさわしい人かということですけども、まず私、下着の仕事をしていたことは皆さん知っていてくださると思うんですけども、私ね、口コミだけでね人とつながって年商1億マックスで6500万円というコミュニティを作ってたのね、でその時はね、ちょっと書いていい、ファックスマガジンっていうのを出してたの私でね、ファックスはね受注専用、つまり注文がずっと入ってくるんで自動的に入ってくるんですけども、それが2台あって、で発信専用が1台あったんです。でファックスでマガジンを送ってたんですね、お手紙を送ってたんです。で自宅にも1台そういうのがあったというの状況でした。それからね、口コミで人とつながり年商1億以上のコミュニティを作るっていうのはどういうことかというと、例えば1万円のご購入される方がいたとしたら、1万人の人が私とつながっていてくださって、で毎月毎月それがこうオーダーをいただくというような状況だったんですよ。いいでしょそれね、それからね、新規契約数、つまり皆さんが新しいお客様と会いたいなと思った時ね、新しいお客様がいらっしゃるとお仕事って回っていくじゃないですか。その新しいお客様が、2ヶ月で連続で全国1位ということで、1ヶ月にだいたいね30人くらいは新しいお客様って私ずっと作ってたんですよ、だけどそれがね123人とか126人とか、これが、一番大きな、1ヶ月にね新しいお客様と出会っ、新しいお客様って本当にご購入いただく方ね、そういう方がこれぐらいいました。これもね1人の方が10万から20万ぐらい買う方がいたので、少なく見積もって10万としても123人だったら、それだけで新しいお客様だけで1230万という売上が上がっていたんですよ。で資本金はもともと15万円で始めて、5年後に1億6500万円になりました。だから月商で、1000万、でもこう言うとね分かんないよね、大きすぎて。だから1日35万円ずつ毎日毎日ね売上になるの、35万円ずつ、1日35万円、次の日70万円、次の日105万円になるの、すごくない？ずっとそんなのがずっと続いてたの、毎日毎日寝て起きたらわー、寝て取れわーってなってたの、そうなってたんですが、これはねこすっごいやり手とかねそういうことではなくって、私はあの頃ねファンっていうね概念がねスターにしか使わなかったのよ。だから自分のところにファンができていたなんてこれっぽっちも思わなかったんですよ。だけどもどうやらこれはファンができていたということ、本当にね、だからこういうことが起きているんですよ。でそうかといって、私にもね全くゼロのお客様ゼロの時があったのね、始めた時はゼロだったので、ねコツ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 ね言われた通りやってるんだけど、ちっともねどうよみたいな時があったんですよ。そのどうよの時っていうのはね、気持ちがどうかって言ったらね、いやこんなことしようって何になるんかしらとかね、なんか前向きにとかって言いながら前に無関心と思ったりとかね、それからなんかね言われもない不安がね後ろからねガーって襲ってきてね、私をこう連れ去るみたいな感じになったりとかねして、いつまでこんなこと続けるんだろうってね思ったの。
でね、毎月ね、数字の目標っていうのをね、ノルマがあったわけじゃないのよ。でもこれぐらいはないとねと思うものがあって目標を決めるんですよ。で決めて、そしてそれをするのね。である月はクリアするの。そしたらね、はあよかったって思うの。はあよかったって思った次の瞬間にまたやらないけんわって思うんですよ。あれ、またせんといけん、どこ行くん、またどうするみたいな、そんなずっと思ってたの。だからなんていうのかな、いつも安心できないというか、そんな感じがありました。どうですかこの気持ち、なんか共感できるとこないですかね。でね、お仕事をね、お勤めしてる人も多分そうだと思うの。お勤めしていて、まあまあよそから見るとね、まあいいとこお勤めねって言われても内情いろいろあったりするじゃないですかね。で内情いろいろあったりとして、社会情勢も変わったりとかすると、わあ私いつまでここの会社にいて大丈夫かしらって心の中で思いながら、でも今日も行くみたいなね、でそうやってこう不安っていうものがあるんですよね。だから隣で誰が輝いていたりとか、誰かが何か何かを始めるって言ったら、あ、なんかそれもいいかもしれないって言って心がこう揺れる、こういうこともきっと今現在もね、皆さんの中にもあるんじゃないのかなと思うんです。でもね、大丈夫、今日ねバッチリそれがね、やってきたことをお伝えできる、そして今再現できていることもあるので、それも合わせて、なんだ前やってたことと今やってたことは、品物は違うけれども、でも一緒なんだって、原理原則は一緒なんだ、これさえ伝えればみんなも良くなるわと思ったんですね。そうなの。それをね伝えていきたいなと思います。さて今日ね、その前にここ、その頃やってたのね、私電話とねはがきとね歩きだけだったの。超レトロでしょ。何年間なんか生きてんかって感じですけど、でもねこれもねついね10年くらい前まではこういう状態だったの、みんなが、世界、世の中が。でここね10年ぐらいですばーってこうネットが広がったりとかね、やり方や方法がこうゴロンと変わっていったの、本当ここ最近のこと で今現在もこの方法でやってる人もいると思う、明らかにいます。でも違わないけど、もっとスマートな方法があります。さて、私にとって仕事は一体何でしょうっていうことで、自分にとって仕事は一体何でしょう。私、振り仮名、女というところに振り仮名、私としました。あなたにとって仕事とは一体何ですか。それを考えてください。あなたにとって仕事とは何ですか。それを持ってお隣同士でね、自己紹介をして、せっかくのご縁ですからね、していきたいと思います。お名前とどちらから来られたかと、お仕事と、私にとって仕事とはこういうものだと思っていますよということを伝えてください。そしてもう一つは、セミナーが、このセミナー終わった時ね、2時には、自分がどうなっていたいかということを決めて、そしてお隣同士で、自己紹介をして拍手をするということをやっていきましょう。女性にとってお仕事っていうのがね、他の人の考え聞いてみると、へーとか、自分がのとって仕事って何だろうってあんまり考えたことがなかったりというのもあるんじゃないかなと思いますけれども、今日はね、私はね、仕事っていうのはね、何だと思ってるかということを、私にとって仕事はね、進化と成長、輝き続けるためのツールだというふうに思っています、なので決してお金儲けをするとかね、生活の糧にとかね、そういうつもりで仕事をした覚えはないですね、なのでね、先ほど冒頭でお話しした、それぐらいね、毎日毎日注文がガンガン来ていたものをね、18年続けていくんですけども、でも私そこをね手放すんです。お金だけが欲しかったら手放さないよね、でもね、そこでは進化と成長、輝き続けることができないと思ったの。
だから私は、たくさんねの人から支持をもらっていたけども、5年くらいかけてね、だん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 こうあの活動を緩やかにしていって、そして、そこを一番小さい形にして、そして、畳んで、人に委ねてっていうふうにしたんです。で、今頃ね、やりたいことがわからないとか、まあ、違う、やりたいことをしたい、やりたいことをして生活しようとかねっていう人っていっぱいいるじゃないですか。好きなことをしてそうしようって。でもね、私ね、よく私ね、すごいなんかそれにすごい違和感があったんですよ。なんか好きなことをして仕事になるんかなとか、やりたいことだけしてなんかなるのかなって。でこう、まあ、なればいいよねって思いながら、まあ、周りを見渡して いるんですけども、本当に好きなことだけしてね、とってもこう豊かに暮らしていたりとか、やりたいことだけやって、で、潤沢に回ってる人があんまり私見たことない。みんなあるのかな、私はあんまりないんですよね。で私は、そういうふうに考えてなかったけれども、とっても潤沢に行って、そしてすごく仕事も好きになっていったし、すごくやりたくなっていったし、すごく楽しかったの。そこはね、私ね、大きな違いだなと思ったのが、大きく何が違うかって言ったら、あの動画でも少しお話を仕掛けたこれなの、この Doing。みんなね、何がしたいかどうしたいかっていうことをね、真ん中にね、起点にして考えてるんです。毎日物事を考えるときにね。で Doing の次に何がしたいか、だから Having、 何か資格を取るとか、何かこう身につけることかっていう方向に進むんですよね。そしてそれがその人の、まあ、在り方というか、そういうものになっていく。つまり Doing がまずあって、何がしたいか、だから何を取る、そして、Being、 そして Doing、 また何がしたいっていうことを探し求めてやっているっていうのを、このサイクルだと思うんですね。だけども、先ほど言ったように、 Doing 何したらいいかわからないっていうね、人があのジプシーになっていたりとか、あの何がしたらいいかがわからない、ことがわからないから自分はダメだとかねっていうふうに、なんかへこんでしまってる人がいっぱいいるのよ。私ね、不思議と思った。なんでと、やりたいことがわからない、ね、何のことなんだろうって。だから Doing が決まらない人は、もちろん Having も Being も全然決まらなくてさまよってるって、こんな感じいますよね。とか、もう世間がそうやってそのやりたいことをやろうなんて言うから、自分もなんかそうじゃないといけないようなこう気になって、やりたいことを探さなくちゃって、なんかこう衝動に駆られてませんですよね。もう一つね、 Having、何が持ちたいか、家が欲しいとか車が欲しいみたいな、なんとかのバッグが欲しいとかね、そういうので、何が欲しいから行動するっていうこうあり方もありますよね。でこれはハビングが中心だから、何が欲しいか、っていうことで、これは欲しいものがはっきりしている人は分かりますよね、もちろん。これがだけども、この欲しいものが分からない人はまた彷徨うのよ。何が欲しいって、別にさして欲しいものもないけどって言ったら、あんたダメねみたいにこう周りからこうメッセージが聞こえてくる感じ。で別にそんなに欲しいって、そんな思うものないもんって言ったら、なんか脱落者みたいな、落語者みたいにこう感じるような、周りの空気ですよね、空気。だから何か欲しいもの、でもこれも欲しいものっていうものがないと、そのまんまとどまっているという感じなんですよね。でもね、私が自分が、どうだったかなって振り返ってみたら、私はね、まずビーイングが真ん中にあったの。自分はどうありたいかっていうことが一番大事だったの。どうありたいか、自分はどうありたいかっていうことはすごく大事で、そのためにどんなことを身につけるか、そのために何を行動するかっていう、この考えるね、発想の起点がね、どうありたいか、 Doing なんじゃ、 Being なの。これ Being がすっごい大事だったの。ありのままの自分、
そして身についていることすでに、そして無理なく行動できること、この順番に考えを進めるんです。いつもそう。そしてこの中心、赤い部分のところ、ここを私は仕事にしたんです。どういうことかというと。